立ってください。では4番5番ということで、いよいよ皆さんが直面している手術の話だと思います。それで大丈夫ですか。じゃあ先生よろしくお願いします。拍手だ。させていただきます。後半はですね、手術関係の話をさせていただきます。それで最初にですね、申し述べましたように、我々眼科医の仕事は目の病気を治すことですが、いわゆる衰えたところ、あるいは、働きが悪くなったところを、元に戻していくので、これはマイナスからゼロに戻していくという治療になるんですね。ただ目の病気がない方にとってはですね、それよりも快適な、見え方を得たいということを望まれる方があります。それがですね、屈折矯正医療と言われるものです。それで、だから屈折矯正医療、今から話する内容はですね、すでに目の中に白内障があるとか緑内障があるとかですね、加齢黄斑変性症があるという方には適応にはならない治療のことをご紹介をいたします。ただ、日本でもここまでですね、医療が、行われているんだということを、知っていただければですね、幸いだと思います。で、屈折矯正医療というのは主に近視のですね、治療になります。それで、年齢層から言うとやはり、老眼になる前の方ですねが、主な対象になっていきますので、そこはお許しをいただきたいと思います。でレーシックという言葉も皆さんよくご存知だと思います。これは造語でしてね、実はギリシャの先生が作った言葉です。もう1980年代にこの技術は開発されておりまして、私が1990年ですね、ちょうど中央病院にいた頃に、アメリカのダラスで学会があった時にこの手術を始めてみました。したがっても90年ですから、それから大体、もう30年近く経つんですかね、でしょうか。そういう治療になります。で何をするかというと、まず目薬で黒目の表面を麻酔をしてですね、そしてグラップというこの黒目の表面を均一の厚さで円状に切開をしまして、この蓋を作るんですね。そしてそこにエキシマレーザーという、これは熱を持たないレーザーで痛くありません。このレーザーをその人の近視、乱視、あるいは遠視に応じてですね、コンピューター制御されたレーザー光を照射をして屈折を直していくということです。そしてそのフラップを元に戻して、ここ2分間ですが、そしてあとは手術が終わるということです。非常に画期的な治療法だったわけですよね。というのは、コンタクト、雨マネをかけなくてよくなる、コンタクトレンズからも解放されるというですね。それで、皆さんこのただ手術はですね、あることを契機に非常に日本では否定されるようになったんです。ご存知だと思うんですが、2008年にですね、
銀座眼科事件は名前までもその眼科今はありませんので出しますが、その先生が非常にすさんだ消毒で手術をして、感染症を起こしてしまったんですね。バイキンを目に入れてしまって、今その方々が裁判も起こして、大体まとまるような感じになっていますが、盛岡でもですね、一人その対象者が出まして、僕のところに紹介になってきました。その人は幸い、レム3が効いてですね、今、全く問題なく生活しておられますけれども、重症だった方はですね、全国で72人になったんですね。それで非常にそれからイメージが、ダウンしまして、それであとはリーマンショックという経済的な不況も重なりまして、この手術がですね、激減をしました。ただ諸外国ではですね、今でもかなり行われています。それで話はと言いますけど、コンタクトレンズですね、日本のコンタクトレンズの人口、すごい人数いるんですね。1500万人と言われていますが、年間コンタクトレンズが原因で、いわゆる、世界保健機構 WHO でいう 0.05 以下になる病気になる方、何人ぐらいいると思いますか、コンタクトレンズ。なんと100人いるんですよ。いわゆる失明状態になるコンタクトレンズ。日本はコンタクトレンズについてはですね、非常に規制の甘い国です。どういうことかというと、コンタクトレンズ処方箋っていらないんですね。先進国では日本だけです。それからもう皆さんご存知かもしれませんが、子供さんとかお孫さん、ネットで買ってませんか。ネット購入、これも野放しですよね。定期検診をしなくてもいい、そういうことでですね、見えなくなると眼科に行く、こういう国は先進国で日本だけなんですね。いくら、我々眼科の集まりである眼科医とか日本眼科学会が言ってます、厚生労働省、私これなんか録画されてるそうですが、それは知って話しますが、厚生労働省の私は責任だと思います。何を言いたいかというと、それに比べるとレーシックという手術は安全です、ということを言いたいんですね。ただもちろんこの手術は20歳以上が適用になりますので、中学生高校生ができることではありませんけれども、コンタクトレンズがどうしてもできない患者さんというんですね。例えばアレルギーが強いとかですね、コンタクトレンズに対する刺激が強いというような方の場合、そういう方にとってはですね、こういう治療もレーシックも本当にいい治療であります。ただ、限界はあります。角膜の厚さが薄い人の場合には、角膜を削る手術ですので、矯正できる量、近視の矯正量が決められます。それで、フラップというのを作るところの、画像だけお見せをいたします。フラップですね、これは最初マイクロクラトームといって電動の機械で前はやっておりました。これが角膜ですね。でこういうここのところにバーンとその、一面ナンバーカーって回転という動いて、これでここにこういうフラップというのができてきて、それで今はですね、フェムトセカンドレーザーと言います。でこれができてからですね、これができてから宇宙飛行士やパイロットにもですね、このレーシックを受けた人が慣れるようになりました。でこのすごいのは今出してますけども、1
1ミクロ単位でフラップの厚さを、変えることができます。 1ミクロですよ。それから、0.1 ミリ単位でこの、画像でフラップのこうできるところに映し出されますが、それを変えることができます。これがレーザーが照射されていく状況を示しています。これでフラップが、作られていくんですね。均一の厚さで作られます。で、こう白くなりますね。これがカットされる。そうやってフラップを作りますので、非常に安全で正確なフラップができるようになりました。そういう手術がレーシックということになります。従って、あまり強い近視の方の場合にはできませんけれども、中等度から、そうですね、大体、手元の距離で言えばいいんですけども、大体手元20センチぐらいですね、20センチぐらいで 1.0 が見えるぐらいの視力の近視の方に、このぐらいの方には、非常に向いている治療だと思います。それから、今度はですね、今ももちろん手術なんですけれども、レーザーを使わないでやる方法が最近注目をされています。これは、レーシックではできない、矯正できないぐらいのうーんと強い近視の方って結構いるんです。そういう方はですね、もうコンタクトを外しちゃう、眼鏡外しちゃうとですね、全然見えない。そうやってよく銭湯に入ったり温泉に行っても見えないっていう人いますよね。そういう方が本当は適用になるんですが、そういう人のための治療です。どういう治療かというとですね、この茶色の目の下にですね、こういう薄い抗生樹脂の、レンズを、はめ込む治療です。実際の画像を見ないとちょっとわからないと思うのでお見せいたします。今、動画が出ますけれども、これが茶目ですね。これが水晶体、この中にこのレンズがですね、ここにこう挿入されていきます。で、この切開層は3ミリです。で、入れたのがここの茶色の目の下に入りまして、であとお薬でこういうふうにこう縮めて固定します。で、ここから入れますので、これうんと薄いので、もしじゃあこの人が将来白内障になったらどうするんだ、その時にはですね、その、白内障の切開層から簡単に取り出すことができるんですね。で同時に白内障の手術をすることもできます。うんと近視の強い人の場合に、まあ、内視も矯正できますけど、最近注目をされている治療です。この ICL というふうに言います。略語ですので、まず、英語で言うと分からなくなるんですが、 ICL という治療だというふうに覚えてみてください。それから今までの治療はですね、手術に入りますね。そしてレーシックの場合にはもう削ってしまいますから元に戻すことができません。ただ今先ほど言いましたように、うんと強い近視でなければ適用があります。ただ、それ以上強い人の場合にはその ICL という手術があります。でも手術は怖い。それから、やはり、元に戻らないということを危惧する方ももちろんいます。それで次、ある治療はオルソケラトロジーという治療です。これもですね、実はアメリカの NASA 国際、
宇宙局ですね、衛生宇宙局のドクターが日本に導入した治療法なんですね。それで、当初はですね、レーシックはあの、受けた人はあの、宇宙飛行士にならなかったんですけど、なぜかですね、オーストラリア当時は認められていたんですね。そういうことで日本に入ってきました。それが1980年代なんです。それからあまりこの治療は日の目を見なかったんですが、素材が良くなって、そして夜間ですね、コンタクトレンズを挿入することによって近視の目の黒目ですね、角膜の形状を変化させて扁平化させることによって近視を治すという治療が開発されました。ナイトウェアと夜ですね。でしたがって朝はそのレンズを外せばですね、視力が改善しているので、日中はメガネコンタクトレンズがいらないという治療になります。それで、日本のガイドラインは、日本ガイドラインというのが日本眼科学会で決めた一応の基準はですね、20歳以上だったんですが、数年前に、親御さんの許可が得られれば、それよりも若い人でもできるよということで、例えば中学校のサッカーとか野球やってる選手とかですね、使用している方も出てまいりました。その原理をお話ししますね。でレンズを装着するのは近視ですから、先ほどの質問にピントはこの網膜の中心部ですね、よりも前であるんですね。で黒目の屈折は水晶体にも大きいという話もしました。で角膜、この角膜の表面の上皮というところはですね、60ミクロンの厚みがあります。そこのところを利用して、この、ここのところを圧迫することによってですね、治そうという治療ですね。この状態ではもう、近視の方もやけて見えているわけですが、ここに特殊なコンタクトレンズを乗せます。そしてこの半これをピントを扁平にする、平らにしてピントをここに合わせるっていうことです。これをですね、夜寝てるとき、大体、最低5時間ですね、それから7時間ぐらい入れていただければ、この目的は達成することができます。そして、そうするとこの角膜の方が扁平化した状態になりますね。コンタクトを取ってもですね、昼は眼内視力が改善する。そしてまた次の日の夜、入れる、その入れることがですね、非常に煩わしいとかですね、問題があるという場合にはできませんけども、入れてる間にですね、何もこう気にならなくて慣れてくる方は、この治療はいい治療です。それで結構その気にならないという方が多いですね。そういう治療になります。で、このオーストラリア当時はですね、したがって元に戻るということ、それから、手術ではないということ、元に戻るという言いたいなと思います。だからメガネコンタクトレンズから解放されたいけれども、手術は怖いなと。ただやはり、裸眼で生活したいなという人には治療であると、一つの選択肢ですね、選択肢にはなるかと思います。ただ強い近視は矯正は無理です。そんなに強くないからですね、対象になります。これがその屈折矯正医療という話です。で最後にですね、白内障ですね、今の、眼科において最も行われている手術が白内障手術です。その話をしたいと思います。簡単に言いますと、白内障の分類を簡単に言いますとですね、先天性と外傷性と後天性に分かれます。先天性は皆さんご存じ通り、先天性風疹症候群というので、白内障が生じることがあります。目が真っ白く状態で生まれてまいります。
風疹の予防接種ですね、これが、まあ、行われるようになったわけですが、その、風疹症候群というのの一つが目の白内障ですね、が代表的なものです。他にも先天性のものはありますけれども、それから怪我で白内障、あと後天性の一番は年齢から来る加齢性白内障、今は老人性という言葉は使わない加齢による白内障、80歳でも、白内障の手術をしなくていい人もいれば、もう50歳で手術をする人もいるわけです。それからあとは糖尿病性ですね。この糖尿病はやっぱり一時期すごく日本人増えましたので、糖尿病も白内障、増えてきてきた。最近はやはり健康志向、それからやはり皆さん健康に気を使うようになったこと、それからやはり、健康診断を受けるようになったこと等から、糖尿病でですね、失明する人はですね、実は減ってきているんですよね。ただ一番の今、失明原因の第一位は、何になったかというと緑内障なんです。緑内障はですね、まだ原因がはっきり分かってないということと、やはり年齢がですね、非常にこの、皆さん、長生きをするようになった影響もあって、緑内障人口が増えているんですが、糖尿病の白内障というのも非常に大事なものです。あと平圧炎というのは右動脈炎といって目の茶色の目の病気ですね、とかアトピーは怖いのは白内障の他に網膜剥離があるんですけども、若い人ですね、20代30代で見えなくなる人結構いるんですけど、そのうちのかなりの頻度はアトピー、アトピーはしっかり治療してほしいと。で、私の院でもアトピー性白内障で、今年手術をした人がもう3人おります。その人たちみんな30歳ラインですね。本当はでしっかりやはりアトピーを治療している人はないにくいです。じゃあでアトピーの皮膚炎を治療してほしいなと思います。ということで、ただですね、今日今からお話しするのは、この赤字で書いた加齢性白内障を中のことをお話をしたいと思います。で、白内障手術はですね、水晶体再建術というふうに今は言って、おります。言われて、厚生労働省がそのような名前をつけています。どういう治療かというと、超音波入荷吸引術といって、超音波の振動で、濁った水晶体を細かく砕いて水を吸引する。そしてその後に、眼内レンズ、人工のレンズを挿入するという治療です。で、超音波入荷吸引術というのは、黒目、あるいは黒目と白目の境界のところから層を作ってですね、2ミリから3ミリの層でも手術が今できるんですね。それでそこから超音波というチップを入れて破砕をしてですね、機械的振動です、これバーンと振動するんですよ。今横に触れるチップっていうのもあるんですが、4万回と1秒間触れるので破砕をして吸引をします。そしてその中にですね、水晶体を入れていきます。もう少し詳しく述べます。まず水晶体の前脳といって、カプセル、前のカプセルをこういうふうにこう、円形にですね、切ります。そしたら、水晶体の核といって硬くなったところをですね、乳化吸引してまいります。ちなみに核はですね、年齢が、上になる加齢が進むほど硬くなっていきます。したがって、その人によっていつ手術するかというのは違うわけですけど、あまり待ってから手術しますと核が硬くなりますので、それだけ超音波の
操作をする時間が長くなってきますので、あまり進行しないうちにやった方が手術の安全性は増します。それから年齢によって何が違うかというと、この水晶体というのはですね、新晶体というこういう繊維で保持されているだけで、非常にこの、脆いものなんですね。この水晶体を支えている新晶体はどんどん弱くなっていきます。ただもう今は90歳以上の手術を受ける方いますけれども、やはり70歳と90歳の方ではこの新晶体というのは強さが違いますので、ご高齢になってきた方の手術をする場合にはそこのところを気をつけて、やる必要が出てきます。でこれは実際の写真かビデオから静止画像にしたものですが、レンズはですねアクリル製のレンズがほとんどです。でこういうふうにこう、カートリッジというところに入っているものがこう丸まって出てきます。この中で広があるんですね。そういう、挿入をいたします。形状を記憶していますので、中で広がります。レンズの直径はだいたい6ミリぐらいです。でそれをこのカプセルの中にこういうふうに埋め込んでいきます。で、眼内レンズ IOL 眼内レンズが入った模式図を書きますと、このカプセルの中にレンズが埋め込まれていることです。でこれがこのレンズのこの、アクリル製の一般的なレンズですね。これを示しています。でここに点々見えますかね。今はですね乱視の矯正もできるんですよ。で乱視の軸がここにこうマーキングしてありまして、手術前にその人の乱視を、目に、マーカーでつけて、それに合わせてレンズを挿入することによって乱視を矯正することも可能です。あとでですねレンズの模型を持ってきたので皆さんでご覧になっていただきます。それでですね、これはここまでは一般的な治療ですね。でこれが保険診療で行われている治療です。で乱視の矯正まで保険診療でできます。それで先進医療自由診療というふうになります。先進医療というのは何かというと、厚生労働省から、認められた施設が行える医療です。遠近医療用眼内レンズ、多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術といいますが、これが先進医療に入っています。このレンズはですね、どういうことかというと、その手術の趣味の、技術量ですね、それから眼内レンズの台、これをですね自由診療としてその施設が決めた額で、これは厚生局というところに届け出をいたしますが、その額を頂戴いたします。その他の検査料、それから入院費、それから、お薬代、そういうものは保険が賄ってくれます。それで、混合診療とも言われるわけですね。これを先進医療と言います。でこれで使えるレンズが何種類かあります。それで、それを使うものを先進医療と言います。自由診療は、歯医者さんを生み出していただければいいんですけども、歯医者さんは保険でありますか、そうじゃなく自費でありますかっていうものを聞かれると思うんですけど、まさにその自費でありますかっていうふうに自由が自由診療ということになります。これで使えるレンズというのは、まだその先進医療では認められていないレンズ、眼内レンズということになります。であと、ここに多焦点というクエスチョンをつけたんですけど、先進医療で、私が先ほど言いましたけども多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建ですと言ったんですが、本当に多焦点でしょうかということをこのお話をします。で眼内レンズというのは目の中に埋め込むレンズですね。
そうすると単焦点レンズ保険で行う普通の手術ですね。そうすると、遠くにピントを合わせて手術をしますと近くは見えません。近くにピントを合わせる、近くにピントを合わせると遠くは見えませんというのが単焦点眼鏡です。多焦点というのは遠くも近くも見えますよというふうに、皆さん説明を一般的に受けると思います。ただ果たしてそうかということの説明をいたします。実のことを言うと多焦点と言いますけど本当は二重焦点なんです。二重焦点というのは今今日来ている方私も含めてこれ遠近病用の多焦点のメガネですね。メガネこれはだいたい遠くから近くまでと見えますね。そういうのをかけている方たくさんいると思うんですが、遠眼レンズの場合にはこの近方と遠方2点に焦点があるんです。これを多焦点と言ってるんです。それで、こういうレンズにギザギザっていうこういうあの、加工の模式図を示しているんですけども、近方に合わせて合わせる光を近方と遠方に分けるという考え方で、それで二重焦点になります。したがって遠くと近づくですから小窓がある眼鏡ですね。これかけている方もいるかもしれませんが、そういう感じで、考えたらいいと思います。で実際に入れた人のこの、目ですね、ここにこういう、ギザギザが見えますね。円形のですね。でそうやって光が入ってくると自然に遠くと近くに光を分けてくれるので遠くと近くが見えますよということです。ただ二重焦点ですから、いろんな種類があります。30センチ、それからあと大体2メートルぐらいから遠くが見えますが弱点があるんですね。この50センチから1メートルぐらいが少し見にくくなるんです。したがって、デスクトップのパソコンの距離ですね、50センチがちょっと見にくいのでこうやらないとちょっと見にくくなる。これが、じゃあそれじゃ困るなという人の場合には42センチ、50センチと遠方というふうに分ける3種類のレンズが出ています。それから乱視を矯正できるレンズも実は今日本でも使えるようになりました。だからその人の、いわゆる必要性に応じたものを選んでいくということが大事です。もう、自分は遠くがもう見えればいいと、近くは眼鏡かけて見ればいいんだという人がこの、遠近量のレンズというのは必要ないんですが、やはり、遠くも、見えたいしパソコンも眼鏡してみたいという場合にはそれなりのレンズを選んでいけばいいということになります。ただ基本的には二重焦点だということを覚えてやってください。したがって、レンズの種類は変わるけれども手術主義は一緒です。手術主義は一緒ですがレンズの種類が変わるだけなんです。ただですね、どんどんやはり技術は進歩しておりましてテクノロジーも進歩していきまして、やはり二重焦点で、その見えないところがあるのは嫌だと、もっと、中間の距離も見たいということで、ヨーロッパを中心にレンズが開発されてきました。これはオキュレンティス M プラスというレンズで乱視も矯正できますが統一性のレンズです。で、どういう構造になっているかというと、ここのところですね、これが遠方部分になって近くの部分がここになりまして、こういうふうに、レンズの屈折が変わって、徐々に屈折が変わっていくので中間の距離も見えるレンズ、乱視も矯正できますよというレンズが同一性のレンズで使えるようになりましたが、これはいわゆる自由視力です。それからベルニーのレンズです。これは三焦点眼内レンズと言って中間の距離もピントが合う、先ほどは、近方と遠方に光を分散させましたけれども中間の距離にも合わせるようにするということができるレンズが出てきました。ファインビジョンというんですが、これも自費で行うことができます。
で参照点ですね。したがってこの参照点のレンズのところの下の表のところ見えるでしょうか。対象からは遠方なら遠方、あるいは近方なら近方、中間なら中間、一箇所にしか合わせられないけど、二焦点の場合には遠方の他にあとは近方一箇所ですね、本文と読みたい、お裁縫をしたい人には30センチに見てます。パソコンをやりたい人には42センチか50センチで合わせるということができる。だから三焦点の場合にはその、大体ある程度の距離で大体見えますよというレンズが、開発されてまいりました。それで、手術を受ける場合には従って自分がどういう生活をされているのか、何を一番重視するのか、どこを見たいのかですね、いうようなこと、それから、このレンズの利点欠点ですね、これをよく聞いて、そして選んで、いただきたいと思います。それでもう、手術をされた方が今日ここにいられるかもしれませんが、その手術というのはもう右と左の目でも違いますので、ああこのレンズやってよかったっていう人もいれば、思ったよりあんまり良くないなとか、こうもう少しこだわったらいいなとか、いろんな意見があると。ただお友達がこれやったらすごく良かったよって言って、私も入れたいというふうに言ってくれる方もいますけど、目は皆さん違いますので、どうしぜひですね、自分の目の説明を聞いて、あと自分がどのような、ライフスタイルで、そして、どのような見え方を希望するのかということを考えてですね、担当のお医者さんから話を聞いて、カメラレンズの選択を送って行ってほしいなというふうに思います。まあ、これからますます進歩はすると思いますが、まあ、今のところ、私が、紹介できるのはこのぐらいであります。で、あとは自由診療のことを言いますと、自由診療のレンズを、入れた場合にはですね、全ての、医療です、医療、いわゆるそのさっき言った投薬、お薬ですね、検査、入院費が全部その込みになりますので、それ以外の、代金は発生しないわけですが、生命保険に入っている方、細かいこと言って申し訳ないんですけども、それもですね、実は自由診療の場合にはですね、残念ながら対象にならなくなってしまうんですね。あとは、あとこれをよく経験するんですが、先進医療特約というの入っている方もたくさんいらっしゃると思うんですよ。自分が先進医療特約に入っているかどうか分からなくなっている人たくさんいるんですよ。まだからと、ぜひですね、この機会に自分が先進医療特約に入っているかどうかを確認をしていただければいいと思います。ちょっと最後はそういう話だと申し上げたんですが、よく質問されるものですから、一応お答えをして、事前にお答えをして話をさせていただきました。私の話はですね、これで終わりになります。ご雑把な話でしたが、少しでも入っていただけば幸いです。ご清聴どうもありがとうございました。今日ですね、ここにですね、レンズを4枚準備してまいりました。それで、これうちの今日来たスタッフに渡させますので、2枚はですね、真ん中